はい、まあ、注力すると補正でございます。日時はですね、2022年、9月の29日でございます。はい、今来ているところは東京都のですね、青梅市成吉地区に来ております。はい、安楽寺というね、お寺なんですけども、見てください、これすごいですよね。青梅市民でもね、知らない方多いと思うんですけども、こちらにですね、すごいでっかい杉があるんですよ。東京都ではですね、もうこのようなね、大きな杉っていうのはね、なかなかね、今は見れなくなってきてますよね。大きいですよこれ。カメラでね、映像でね、伝わるかどうかわからないんですけれども、でっかいですよ、大きいですよこれ。もうね、これ大きすぎちゃってね、支柱でね、支えているような感じなんですよね。こんな感じになっております。はい、安楽寺にね、ある大きな杉でございます。はい、なかなかですね、都会の喧騒に隠れてですね、落ち着いた、いいお寺ですよね。このようなね、大きな灯籠もございます。はい、きちんとですね、手入れがされている、ね、お寺でございます。はい、もう江戸時代からね、あるお寺だそうでございます。はい、綺麗なお寺ですよね。きちんとね、手入れも行き届いております。はい、このようになっております。歴史をね、感じさせるような、このお寺でございますよね。佇まいですよね。先ほどのね、大きな杉はね、このようになっております。はい、何かね、説明書き等がね、あるみたいなので、ちょっとね、近くに寄って、確認をしたいと思います。はい、なんて書いてあるんでしょうかね。ちょっと汚れてね、ここだけちょっとよく見えませんね。安楽寺の大杉、東京都のですね、指定天然記念物になっているみたいでございます。はい、37メーターあるみたいですね。でかいですね。幹周りはですね、6.5 メーターみたいですね。はい、東京都教育委員会はですね、この看板を立てたみたいですね。はい、文化財を大切にしましょうとね、書いてあります。はい、大きな杉でございます。はい、近くで見てもね、ものすごく大きな杉でございます。はい、よいしょ。今日ね、こちらに来た理由はですね、ドラマの撮影でですね、以前こちら使われたということがね、分かりました。はい、俳優のですね、早見もこみちさん出演のですね、浅見光彦シリーズ風の中の桜子というね、ドラマでこちら、安楽寺さんですね、撮影に利用されたみたいでございます。はい、こちらね、撮影に利用されたみたいですよね。撮影にはね、ぴったしの場所じゃないですかね。自動車のね、音とかも、こちらね、ほとんどございませんし、人の声もね、ほとんどしないような場所でございます。いい場所ですよね。撮影にはもってこいだと思います。はい、こちらにね、早見もこみちさんね、来たんでしょうね。
本当にですね、いい場所でございます。隠れたね、都会のですね、オアシス的なこのお寺、いい感じですよね。屋根もね、エコになっておりますよね。はい、またですね、新しい何かですね、情報等が入りましたら随時ですね、動画にてアップをしたいと思います。はい、現場からは以上でございます。町を良くすると、ご視聴いただきありがとうございました。